どうもイグっちゃんです。テレビ和歌山アナウンサーの山田美ゆきです。今月のあの重要はテレビ和歌山開局50周年記念バージョンです。今回はテレビ和歌山周辺のあの重要。まずは老舗の印刷会社、和歌山印刷所さんへお邪魔しましたよ。 お話を伺ったのはちょうどこの日で社長を退任されるという小島治さん僕もお仕事柄昔から世話になったんやでああそうや僕はまあねここへはちょくちょく顔も出させてもう出たことあったんで懐かしい事務所やなという感じするんですけども社長 どうですかあのここの歴史とかについてお話しいただきたいんですけどもはいそもそも社長はここには何年ぐらいいらっしゃるんですかちょうどね、はい、あのー、50年勤めさせていただきます、ね、50年ですああ <laughs> うちの会社とねテレビは会馬と全く同じです <laughs> <ねえ> <laughs> あそうなんですか社長は49年入社ですあそうですかへ、ええ で、えー、今日で退任します。<laughs> そう、ものすごい、いに聞てもだな、<laughs> みーちゃん。昭和四十六年に、こっちの社屋が移ったんですよね。で、<ー>以前の社屋っていうのが、あの、山市の右は町にありました。はい、こういう。これは右は町。右は町です。え<ー>まあ、あの、右はテラスとかあるんかな。右は町の。はい、本当に、<ー>あの、車が行き来しますし。しい。年も当時走ってましたし。 紙積んだ運送屋さんが来たらもう下ろすの大変やったっちゅうのはそんな、うん、そこで下ろすったら大変やね,変やねでまあこっちの狐島の方に引っ越すかって来たのが昭和46年ですです<ー>、うん、ですからここの当時を知ってる社員はもうゼロです、はい、あの僕はたまたま親父がここに管理員みたいな格好で住んでたので僕も当然一緒に住んでましたんで,あの住んんですここ住んでたんですよ ですから、当時の社員の皆さんにも可愛がっていただいたし。<ー>ですから、この当時してるのはもう私だけです。工場の中は活版工場と平板工場と二つに分かれてましてね。はい、まあ活版は。 のカツジノマイン印刷そうですね平板印刷というのは今主流になってるオフセット印刷いうのですね、はい、今やったオフセットって皆さん言うやつですわそれまあ、はい、規模的には本当に圧倒的に活版工場の方が大きかったですねあ当初はね、うん、おめ石とかでもこう組んでこうやってガーンっていったらでちょっと文字へこんでて <laughs> 今やったらかえってあの方が味あるわとか言われてるやつですわそうですそうです2ねつね知てますね,ね,ね これがその当時のこれ全部これ活字なんですよね活字を拾う文宣って言うんですけども、はい、それをする方それをまた版に埋め込んでいく直字って言うんですけども、はいはい、そういう格好でしてたまあうちはほわから活版から成長してきた印刷会社ですその活字の上下を間違わないようにっていう構成が気をつけるところだったんですまあ、例えば。 年日日の日がありますよ、ねはい、これまあ明朝体なんか最後にギュッと押さえてるわけですね、はい、これがひっくりがやるとあんまり分からないんですよ。これね、で逆にな、ね、王様の王っていう字も難しい玉は天があるから大丈夫、はい、まあ僕らの職業柄新聞なんかでも昔その活字で、はい、あのやってる時には新聞でもありましたね「日がひっくりがやってる」とか。僕ら職業柄そういういのを <laughs> 構成ししててるような見方してました <laughs> ついついそういうね見方を今間違い探してるけどね <laughs> そしてこちらは昭和から平成に元号が変わって大忙しあった時の様子です忙しいですけどもあんまりそんなびっくりするじゃないですか。うあそうです、ねええ うんこれは工場内もお様がれしてますね。あそうですか。はい、これがあのはい昭和46年の46年新社屋落成の時なんですけども、もう<ー>前にその軒がないでしょ。ないですね。ね46年小学生ぐらいかな。あ <laughs> すごいな。<laughs> 折しも節目となったこの日。 会社生活を振り返っての思いはあの転職やったと思いますね、うん、子どもの頃からほんと先ほど申しましたようにねあの右側町の印刷の工場倉庫とか紙の上を飛び歩いたり、ね、工場行って悪いことしたりしながらあの印刷に本当に馴染んできましたんでね、はい、あの転職やったと思いますし本当楽しい。 50年間やったと本当に今振り返ってね、えー。そうですか。もう今までこそね、こう社長さんっていう感じやけど、うん、まあ小島さん営業でバーって回って仕事取ってきてた頃、ね、僕も見てますからね。<laughs> おいグちゃん、もう経験にしよ。<laughs> できちゃうのか。早 <laughs> よせい,いそう,う、ね。いい加減にせえようってよう言うから。<laughs> <laughs> いろんなことがあった50年。ほ 本当にお疲れ様でしたさて続いてはこちらの懐かしい映像おむすびのミサトテレビ和歌山近くかんどりにもありました実は今みさとの味を復活させようというお店ができてるんやでその名もみさとファンクラブ オーナーの高橋さんにお話お伺いましたよ。そうどうなんかね、うん、ドキドキしてんのよ。<laughs> いやもうねあの味を食べる日が来るんかなって思ってずっと過ごしてきましたけど、うん、今日は幸せですわ。ありがとうございます。そのオーナーはやっぱり、うん、ミサトの味っていうのがずっと好き。 そうですねもともと野球やってた時にあの父親とか母親があのこう見に来てくれる時にこう差し入れとかで美里の,のおにぎりを買ってきてみたいなこう結構みんな喜んでみたいな、はい、僕らの小さい頃はそういうのが結構文化としてあったみたいなあの文化になりつつある飲食店みたいな感じだったんで、まあ、それをすごい再現したいなということで。あの まあほんまに記憶を辿って、うん、でお客さんの声聞きながら、うんはい、こんな感じかなみたいな感じでちょっと店をやってるんですけど今でもねいろんな人がこう話に出してミサと会ったらミサと行ったのになみたいなこう飲みに行った後とかはやっぱりそういう話になったりとかあるんでそれやったらもうやってややってみようかなみってそこがすごいでよなんっていう感じですねレシピを受け継いだわけではなくただ リスペクトの気持ちで復刻に取り組んだというそのお味はまずは肉うどんからいただきましたよタイムマシーンやね前から <laughs> この長年食べてなかったまあうどんからもらおう <laughs> おいしいわやっぱあの味や あの味ですわいすみーちゃんは当時よく食べていたというカレーうどんとツナのおにぎりをどれ常に食べたいメリットよなそう結構カレーなんですねカレーうどんうカレーがうどんのカレーじゃなくてんほんまにカレーライスのカレーみたいな<ー>この味が懐かしい このツナと寿司飯って、うん、メサトならではの組み合わせだったんです、ね、あそうなや、うん、まだまだねその美里さんが出してたメニューの数で言ったらもうちょっとあのたくさんあったんですうどんの種類も<う>おにぎりの種類もまだ全然あったんで、ね、あのお客さん来てくれるお客さんは「イカ天うどんないんか」とか「山菜<ー>うどんないんか」とかっていうそば<ー>も出してほしいなみたいな,なんかそういう要望がたくさんあるんで。うん まあちょっと一度にはできないんで、まあ、徐々に徐々に美作<ー>さんに近づけるようにあのやっていきたいな思と思、ね、<ー>子どもの頃に見た景色部活の帰りに食べた味あの十の思い出は五感で覚えているもんやな昔食べた和歌山のソウルフードみんなの 思い出の味もまた教えてよ